朝日、黙っているだけならともかく、ここへ座ってからなぜずっと顔を伏せている。お客様の顔を正面から見つめては失礼かと思いました。ユーシェとミズホの時は普通だっただろう。てか顔なんか全然見ていいよ。だって朝日とはこの家来る前から仲良くなったんだしさ。友達友達私もこの家へ来る前に仲良くなったんですよ。面識があるなら紹介はしなくてもいいと思うが、なぜこんな態度で湊と接するのかわからない。先に知り合っていたのならなおさら話もしやすいだろう。朝日、その陰気な態度をいい加減にやめろ。申し訳